The 910. KO!
あんたが親父みたくあっさり死なねえで楽しませてくれよな。何、白いやつの仕業ではなかったのか。足りめえだこのタコ。貴様のその腐った根性、わしが叩き直してやるわ。ようやく見つけたぞ、我らに千年あだなす者よ。
マナよ、こいつが。はい、間違いなく。お前があの白き獣人なのだな。ふん、わかるのか。それなら話が早い。とっとと本性を現せ。本性？何を言って。なんという重圧だ。ほう、なかなか頑張るじゃないか。いや、両方な、舐めるなよ若造。あんたなんか今のままで十分なんだから。今は退くとしよう。だが必ずや再び現れ、お前おほ死んだのか。いえ、気を失っているだけです。でもこの人についていた悪しき意識は消え去ったので、もう大丈夫だと思います。これで全て片付いたのか。まだ最後にやることが。そのためには私の力を少しでも元に戻す必要があるの。ということは霊の九尾を祀るという分殿に向かうということだな。はい、では行くか。もう白いやつはおらんことだし、さっさと片付けてしまおう。ここがそうなのか。はい、生まれ得ざる者も倒しましたし、これで全てうまくいくはずです。お前の力が戻るのだな。やれやれ、これで今回のいざこざが収まるのか。なんだこれは。わしの中に、なんだこいつは。そんな、生まれざる者はもう消えたのに、なんで。ヨウホ、ダメ、そいつに体を渡しちゃダメ。うわー。
騙し型化け物に。ここは両方あなたの心の中。なんと、あいつをあなたの中に封じ込める最後の防壁でもあるの。私も協力するから、お願い、あいつを倒して。事情はよくわからんが、やるしかあるまい。封じるその術は、私なんかよりずっと力の強かった姉でさえ負担が大きすぎて。なんということだ。ヤタガラスたちの負傷もお主の姉も全てはわしの。教えてくれ、あの竜は。竜とは一体何なのだ。竜はこの星自身の生命力が作り出した。この星で不良になった生命や星に害をなす生命を淘汰するための存在なの。あの白いやつ、生まれ得ざる者と言ったか。あやつもかつて竜に淘汰された存在の一つということか。はい、その通りです。でも変だな、生まれ得ざる者は消えたのに、なぜ竜は静まろうとしなかったんだろう。他にも淘汰すべき対象があったのかもしれんな。星に害をなすか。もしかしたらそれは我々人間なのかもしれないな。